ああどうしよう。封筒が可愛い。なんかめっちゃ膨らんでるやつあるんですけど、ちょっとそれで。普通にノーマルのでいきたいと思います。指令カードが入っていました。1分間フリートークいきます。じゃあスタート。はい、最近父がですね、はい、また映画見たいなはい、カンカンカン。じゃあその番号出るまでってきついですね。ちょっと待ってください。ポイって。開けます。お、紙が白いです。これは来たんじゃないでしょうか。お、はい。13番です。まあ、この、あれ ?13 番ってソロフェスの13番でしたね。じゃあ、ここに。怖いよ。はじめます。お、はい、いきます。じゃん、ちょっと待って、じゃん、ちょっと待って、これは はい、1番になりました。はい、ですね、やっぱり最初なので、その公演の最初の、順番なので、一生懸命こう皆さんの心をつかめるように頑張りたいと思います。いきます。あー、怖いよ。よし、じゃん、13番、これは中野サンプラザの公演と同じ番号なので、また気を引き締めて頑張りたいと思います。はぁ、あ、どれにしようかな。2、いきます。じゃん、よいしょ。うえ、そう、指令カード、ものまね披露。ものまねあったかな。でも結構これは、なんだろう、まあメンバーしか知らない感じなんですけど、ビヨンドのメンバーの西田しおりちゃんの笑い方を、メンバーの時に見せる笑い方をやりたいと思います。はい彼女は引き笑いをします。はい、それではしたいと思います。はい、お、2番で、はい、まあ最初の方なので、しっかり頑張って、そういう世界観をちゃんと作れるように頑張りたいと思います。どれにしよう。力全部やんないといけない。おっと、あー、なるほど。はい、16番です。結構最後の方ということで、しっかりこう、なんていうんですかね、集中力を途切れさせないように一生懸命頑張りたいと思います。怖いよー。4番です。はい、結構最初の方なんですけれども、前半一生懸命頑張りたいと思います。あー、緊張する。何にしよう。こいつだ。よし、まあ番号来い、番号来い。はい、9番です。結構そうですね、結構中間の番号なので、落ち着いて一生懸命新しいに来たって歌いたいと思います。怖い。これだ。怖い。おお、じゃん、15番です。最後の方でちょっと私的に緊張が長引くと疲れるたちなので、あれなんですけれども、頑張りたいと思います。行ってきます。行ってらっしゃい。1番引くんだよ。1番嫌です。これだ。
入れてました。おー、やだー、自分のいいところを5つあげよう。おー、やっちゃうよ。じゃあ、1つ目イケてるボイスが出せる。おお2、肌がきれい。きれい。その3、メイクがうまい。メイクがうまい。その4、自撮りがうまい。お、自撮りがうまい。その5、かわいい。いやいや。言葉にならないほど愛してるよ。はい、失礼しました。お疲れ様です。まだ知れるの？はい、はい、ゼロだった。頑張ります。2回目ですね。頑張りたいと思います。